こんにちは、高中です。時刻は11月上旬の10時頃、西武池袋線の池袋駅に来ております。今回は西武鉄道の特急ラビュー号に乗って飯能駅に向かいたいと思います。ラビューとはラグジュアリーリビングの L、 アローの A、 眺望のビューが合わさった造語で2019年3月にデビューしました。特徴はアルミ素材を使った銀色のボディに、この広い窓、縦135センチ、横158センチあるとのことです。画期的なデザインですよね。テレビで見て知ったのですが、全面ガラスのワイパーは外国製らしいです。この丸型の窓に合うワイパーなんてなかなかないですよね。面白い動きをするとのことです。そして車内に入ります。広いデッキを抜けまして、ドアが開いたとともに新車の匂いに包まれます。座席の色は西武の往年のカラーイエローですね。床も絨毯で、まるで高級住宅にいるような感じがします。枕も可動式です。そしてこちらの席に座ります。可愛い椅子ですよね。この椅子に乗って通勤する方々は大変羨ましい限りです。前面にはテーブル、ドリンクホルダー、ネット、コンセントも席ごとに用意されております。肘掛けの先には丸型のミニテーブルがついております。まん丸ですね。では飯能駅まで向かいます。所要時間は約40分です。
飯能駅に到着しました。乗った感想といたしましては快適すぎますね。座席の間隔も広くて、特急料金も500円ですし、トイレも綺麗でした。今度は西武秩父まで向かいたいですね。あと飯能から西武秩父間は進行方向が変わります。そして飯能駅はムービンバレーパークができたことから、一部が北欧風にリニューアルされました。木の柱良いですよね。以上です。ご視聴ありがとうございました。